なるほど、分かりようがないけどね。なんですかね、これ新しく入ってくる若い子たちの、うん、例えば根性がなんかアンケートとかみたいな。あ、ないよ、もうバレる、バレる。働きやすい会社から働きやすい社会へ、社労士大月解説チャンネル。はい、どうも、社会保険労務士の大月と、そして今回アシスタントを務めてくれるのはこの方。はい、アシスタントをやらせていただきます、原智子です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。2度目の登場というか、はい、先生お久しぶりに。2クール目というかね、2クール目呼んでいただいて嬉しいです、ありがとうございます。なかなか評判良かったんで。いやでも、はい、多分今撮ってるのが7月の頭なんだけど、多分これ出る頃はもうオリンピックも、はい、もう終わってるか終わりかけぐらいだと思うんだけど、まさかやるとはねって感じだね。そうですよね、うん、結構オリンピックやるやんないとか、うん、観客どうするとかありましたけどね、うん、あれですかね、うん、やっぱりこう、うん、ワクチンの接種とか、そうね、やっぱりワクチンが、まあ、行きそうだからというか、ね、あれのおかげなんだろうね、きっとね。なんか、うん、結構ニュースもね、うん、日々いろんなワクチンの話とかでね、うん、見かけますからね、うん、いろんな時代だなと思ってるけど、ワクハラって知ってる？ワクハラ、ワクハラ、うん、何ですか、ワクハラ。今の流れで出てわかるでしょ、これ。ワクチン、ワクチンなんだ、ハラスメントとかですか。そう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 、わかんない、うん、でも何ワクチンハラスメントがあるんですか。まあなんかあるんですがっていうか、最近流行り言葉というか、ね、そう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 、また新しいハラスメント出やがったかって感じなんだけどね。はいはいはい。まあなんかワクチンを受けていないと、なんかそのことについて、まあなんだろう、社内でハラスメントに、そうそれは、ワクチンって強制できるんですかね。ワクチンは強制できない。そうですよね、うん、強制できないんだけど、まあなんとなく、まあなんだろう、同調圧力みたいな感じなんじゃないの、なんか、あいつ打ってないよ、そうそうそう、なっちゃうと、うん、もう打ってないから近い、出勤してくんなとかね。辛い、それは。ミーティングも出ないでとか。あるんですか、そんな相談も。いや、俺たち実際にはね、周りで見たことないんだけど、でもなんかそういうものがあるんだっていう風に結構ニュースにはなってるんで、はいはいはい、まあ、あると思うよ。でも確かに、なんかうちの妹も、なんかそれこそバイトなんですけど、うん、バイトでもやっぱこう会社内でワクチンをこうなんかなるべくいついつに打ってくださいみたいなのがあって、どうしようって悩んで、やっぱこう早く打ちたい人と打ちたくないっていう人がいるじゃないですか、難しいですよね、だから業種とか職種によってはやっぱり接客が伴うようなものだと打ってもらいたいっていう思いは強い、会社側としてもですね、かもしれないんだけど、まあだからなんだろう、その圧がかかってもう、もうその部署から外すぞとか、もう転勤さすぞとか、もう退職してくれとかね。それはなかなか新しいパワハラですね、パワハラ、ワクハラ。まあ職を変えるとか、もしかしたら配置転換とかはそんなにおかしくはないかもしれないけど、まあただやめてくれとかね、退職勧奨はちょっと明らかにまあワクチンハラスメントって言ってるけど、普通にパワハラだからね。ワクハラという名のパワハラ、そうそう、退職勧奨ということで、ね、気をつけていただきたいなと思います、なんかそういうのも新しく出てくるんですね、まあね、居心地の悪い職場になってしまいますよね、こういったね、ちなみに先生、今回の質問なんですが、はい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 、まさにちょっと似てるかなっていう、ワクハラが、ワクハラ、いや、ワクハラ、そうですね、なんかいいですか、はいはい、お願いします。40代男性の経営者の方で、社員数10名で教育関連の事業をしています。
社員は定期的に採用できているのですが、なかなか長続きしません、給与は取り立てて高くも低くもありません。残業や休日出勤も同業者よりは少ないと思います。またこれからもっと大きくしていきたいので社員研修もしっかりとやっています。感覚としては職場の環境も悪くないと思います。どうしたらいいのでしょうかという質問をいただいてるんですよ。なるほど、分かりようがないけどね。まあ要は社員数が10名で定期的に採用もできてるけど辞めていく人もいるってことですよね、うん、だ採用ができてるっていうことは別にその業界的にとかっていうよりは実際の職場で何かある可能性が高いのかなっていうのが第一印象だけどね。でもこれ見るとまあ給与も別にまあ高くはないけど低くはないし、でまあ残業や休出勤も同業他社よりは少ないと、まあ悪くないですよね、働く側としてはね。だから別に、ね、本当にその会社職種に一緒なんだ業種に来たかったわけじゃないとかっていうんだったら分かるけど、まあでも、うん、そういうわけでもなさそうだしね。なんだと思う？なんですかねこれ。新しく入ってくる若い子たちの、うん、例えば根性がなんか、うん、あもうやだとか。なんかどのぐらいの根性が必要なんですかね。でも10名だから、10名だからこそなんかこうおつぼねさんじゃないけど、ああ先にいる人たちの輪に入りづらい、まあそういうのはありがちだよね。職場のとか、よくあるのが、なんかあのスタートアップの会社とかだと、はいはい、まあ、企業の創業時メンバーがすごい仲良すぎて、はい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 、だんだん後から入ってくるとなんかノリが合わないとか、ね、はいはいはい、ちょっと気遣っちゃって入りづらいなみたいな、そう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 、で、なんか話してる時もあの時きつかったよなとか言っていつもか自分が温度外にいるとかね、はいはい、自分で分かんないしみたいな、そうそうそう、私分かんないみたいになっちゃう、同じ釜の飯を食ったとか言って、はいはいはい、なんか僕だけ食べてないよねみたいな、知らないなみたいな、まだ言いづらくなっちゃう。でもそれでやめますかね、うん、多いんですか、まあ、長続きしないっていう感じだから、なんだろうな、なんかノリが合わないとかっていうのはひょっとしてあるかもしれない、けど、はいはいはい、まあ、それもね、ここ1、2年はほらコロナだから、はいはい、リモートとかね、うん、あんまりそのわー飲み行こうとか、うん、なんかあのてっぺん越えるまで仕事しちゃったせとかっていう、はいはい、あの手のものはもう減ってるし、まあ、ここ自体はそんなになんかね、残業や休日出勤は少ないって書いてありますし、まあ、給与もね、教育関連の事業なんで、ちょっと詳しくわかんないんだけど、まあアプリとかああいう系だと、ひょっとしたらもう標準が長いのかもしれない、かもしれないけどね。うん。だからでもそこで、わかんないんだけど、あとある可能性としては、はい、そもそも採用する時のその採用の仕方っていうのかな、それが。うまくなっていってない可能性は高いかなとは。採用するときの募集の内容ってことですか、うん、そう、だからあの募集団っていうのかな、うん、どういう人たちに大勢集まってもらって、そこから面接で選んでいこうっていう時の募集団の捉え方を間違えてる可能性はあるかな、うん、これ見ると、うん、この経営者の方なんかきっとあれだよね、結構やってやろうぜみたいな感じがすごい伝って、あ、そうですね、これからもっと大きくしていきたいし、うんうん、あとあれですよ先生、社員研修もしっかりやってるってこと、そうそう、ここがね、ちょっとね、もしかしたらここでパワハラみたいな、まあ、パワハラじゃないと思うよ、社員研修がきっとすごい、この経営者の方って真面目で何だろう、やる気があるというか、熱心、そうですよね、でその社員にも結構熱心な人なんだと思うんだよね、この相談の書きっぷりを見るとっていうと、確かに、その研修もしっかりとやっていてっていう、この研修が熱すぎるんじゃないですか、そうそう、それのその可能性はね、行くぞみたいな、その可能性は高いよね、ついていけないみたいなとかですかね、
だからきっとそのこういう社長なんで、うん、あの理念研修とか、うちの会社のミッションはこうでとか、でこういうスタンスの社員であってもらいたいとか、とかあとはこれから大きくしたいってなってるから、はいはい、だからそういうちょっと何だろう、普通の研修よりももっと上を目指していこうとかっていう、うん、そういう目標設定を立てていくとか、うーん、結構負荷がかかる研修になってるんじゃないかなと思うのよ。で、はいはい、募集団を間違えてるっていうのは、うん、おそらくそういうような人が来てほしいっていう採用をしてないんじゃないかと思って。あ、そもそもですか。そうそう、その熱の強さに耐えられるようなまあ、耐えられるというかそういうものを求めている、同じ同士ってことですね。そうそう、求めてない人たちを大勢集めるような採用をしているような可能性があって、はいはいはい、まあ、その時点、うん、そうよくあるんだけど、あの採用があんまりうまくいかないとか、はい、あまり募集がないとかっていう時に、うん、なんといっぱい来てほしいから、はいはいはい、うちの会社はとにかく残業がないぜとか、条件をね、いろいろこう、そうそうそう、いいことを書いて、うん、休みも多いし自由な社風ですみたいな感じで募集を、それを第一に打ち出すと、大抵それを第一条件にしてる人がいっぱい集まってるから、はいはいはい、だからもう、うん、その考え方として、その時間に来て時間に帰る、こういう仕事のスタイル、だから今時で言うとワークライフバランスっていうか、うん、はい、え、ワークライフバランス、ライフバランス、うん、はい、ワークライフをバランスを取るとかそのままだ、これやばいよ、ね、これ結構ね、別にもう何年も前からある今仕事と、はい、いわゆる生活、生活、ライフですね、うん、ワークとライフですね、まあ、分かりやすくです、職場とそのプライベート、うん、はい、これをあの、まあ、どっちかによるんじゃなくてバランスよくやっていく。だからあの仕事が別に嫌いとか仕事しないとかっていう不真面目ではなくて、仕事に関してはこの例えば9時5時の仕事できっちりやるんで、それ以外はもうオンと切り替えて、私は家庭の方にプライベートを充実させたいですって、まあ、全然悪い話ではないんだけど、ただこの10人でこれから大きくしていきたいっていうステージだと、そういうこの社長が求めてるのはそういう人よりも一緒に大きくしていきたいっていう感じじゃん。そうですよね、うん、で結論、この経営者の方は今後そのどうしたらいいのでしょうかに対して、どういう段取りをしてたらいいんですかね。まあ、実際見てないか分かんないんだけど、採用をとりあえずもっとそういう俺の片腕募集とかね、うん、はいはい、うん、採用の段階でね、そう、はい、これから経営者幹部候補生募集とか、うんうんうん、大きく一緒にしていきたい人を募集とかね、うん、あ、いいですね、うん、会社を大きくしていきたいとか、うん、なんかそういうものに一緒にチャレンジしませんか、はいはい、っていうような採用をまず募集をかけて、うんうん、でそういうのを見た人にじゃあここやってみようっていう人がね集まってくるから、うん、そっから面接をしていく感じで、はい、そこのままミスマッチをなくしていくのが早いんじゃないかなっていう気はするかな。うん、まあ、あとは、はい、あとはひょっとしたらとんでもないトラブルメーカーがいるかもしれない職場に、職場にパターンですね、これね、うん、10名のうちにしていってことですね、うん、まあ、気づいてないうちにさあー、なるほどなるほど、なんだろう、だから、まあ、社長の感覚だから、はい、まあ、10名だから見えてると思うけどね何百人とかじゃないですか、ね、そうそう、10名だから見えてるし、そういう人がいたら誰か辞めるときに行ってくると思うんだよね、そうですよね、やっぱ、うん、そうなんだね、うん、そう、場にちょっと入りづらくて長続きしないとかなのか、そうそう、うん、さっきのその、うん、熱意が強すぎて社員研修でちょっと気持ちがとかなんですかね、うん、だから辞める時になんか大体面談するから、うん、もう社長も聞いてんじゃないかと思ったけどもう一回思い出してもらってね、いや言いづらいんじゃないですかね、あ、辞める時に社長にこう、これが嫌だから辞めますとは言えないんじゃないですかね、まあ確かに
もう辞めるとなったらいちいちね面倒くさいから、うん、そういう話もしないかもしれないからね、うんうん、そうですよね、辞める方もね、うん、まあ、もしその辞めた後でも連絡取れるような人がもしいるんだったら、うん、ちょっとね、もう実際のところどうなの正直聞きたいんだけど、なんで、うんうん、そうですよね、アンケート取ったらいいんじゃないですか、うん、あー、ぜひ、もうすぐバレる、10名で、ね、いや、そこでちょっと社長の方針が合わないんですとか書かれたら、もう社長多分ショックだと思う。もう夜、枕を目指します。朝目覚めるとね、犯人探しを始めた。誰だ、うん、まあ、まあ、でもね、なんかちょっと第三者に、はい、なんか頼むとか、はい、うん、まあそういうので、まあでも10人だから大体そういう中で現場仕切ってる人とかもう少しちゃんと話を聞いて、うん、確かに働いてる人の、うん、話を、ね、聞くとかも大事かもしれないですよね、うん、まあ10人ぐらいだからそれ全員から面談した、ワン、ワン、ツー、ワンっていうの、ワン、ワンっていうの、はいはいはい、面談すればいいじゃんと思うけど、みんなに正直どうなの、うん、そうそうそう聞いていくスタイルの、うん、そう、そのスタイルでいく、だからこの2つかな、だからまとめると1個は採用の仕方をもう一回見直してみるっていうのと、もう一つが社員それぞれとしっかり面談をして、うん、まあ、話を聞く姿勢で、はい、うん、コミュニケーションですね。そう、いきなり論破とかしようと思わないで、ね、まあ、たまにいる、たまにいるからね、まあ、そういうのをしないで、ちゃんと話を聞いて、もう少し分析をして、それに対応していくのがよろしいんじゃないですかね。はい、ということで今回の、うん、まとまったかな、これ。まとまったじゃないですかね、うん、結構じゃあいいか、なんか、はい、なんか、なるほどってなりました、うん、私は。あ、ほんと、はい、じゃあぜひ、この40代の経営者の男性の方、まあ、ぜひ参考にしていただければと思います。はい、お願いします、はい、ということで、この動画では、働く人、これから働く人、経営者の方、人事担当者の方、そして社会保険労務士を目指す方にとってお役に立つ情報を発信してまいります。今回のように質問にこうして動画でお答えをしていきますので、概要欄に貼ってある LINE の方から、質問をいただければと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。さよなら。